今日は5月の23日、春分の日の小さな自然の様子です。シルバーウィークだったこの1週間、お天気が続きました。秋晴れが続いて、久方ぶりに、清々しい、お天気でした。ここの屋根にも彼岸花が咲いています。もうちょっと先終わりですね。ずっと、してね、このネットの上に、粉のどんぐりがたくさん落ちています。これも秋の実りの一つですね。はい、この通り。下の彼岸花も綺麗です。稲も実ってますよ。こちらは柿、今年は去年のムクドリ、どうやらカラス、スズメに食べられて全滅したのに懲りて、ここにもネットを張ってあります。ちょっとあり合わせですが、これでも、横取りは避けられそうです。はい、この通り色づいてます。はい、下の池の風情もすっかり秋になりました。はい、こちら盗人萩ですね。すき山の上から、見るとこの通り、青い空が見えます。彼岸花、あぜの彼岸花、ネットをかぶせた柿の木。下の池の様子。